こんにちは。今日のデイリーユニークは、おやすみロジャーよりも健全に子供の寝つきを良くするイメージ睡眠導入法をマスターせよです。高木糸さん、よろしくお願いします。子供が夜早く寝てくれないと困るんですよ。大人の時間が持てません。うちは新婚ですが、子供が6歳という家庭なんですよね。で、子供が母ちゃんとべったり割り込む隙がありませんでした。唯一寝ている間がチャンスということで、早く寝てくれ早く寝てくれって思うんですけども、なんと子供が大人と同じライフサイクルなんですよ、だったんですよ。まあ夜11時とか12時になってやっと寝るみたいなね。かずみくん、そうでしたよね。えらい小さい声ですね。保育園の頃までそうだったんですよ。まあ、小学校になってさすがにね、こちらも一緒に住むようになって、もう、早寝早起きっていうのを徹底してるんですけれども、子供が、そういう、こう、11時、12時、下手すると12時過ぎるみたいな、その、睡眠時間に慣れていたもんで、なかなか、早寝になれなくって、寝つかなかったんですよ。すごく悩んでいました。で、なんとかしないといけないと思って、その新聞の切り抜き、新聞の広告欄のところに、おやすみロジャー、センセーショナル、なんと子供が、寝ない子供が10分で眠りにつく魔法の本っていう、おやすみロジャーっていう本が。2冊あるよね。そうなんだよ。お母さんがプレゼントしてくれの、おじさんがプレゼントしてくれので、2冊あったんです。もうとにかく家族みんなが共有の悩みだったんですよ。子供が寝ない。なんとかして早く寝させたいということで。で、実際、おやすみロジャー買ってきて、まあ読みました。で、うちの子は本が好きすぎて、本の最後がずっと気になるから、おやすみロジャーってとにかく長いんですよ。30分くらいかかるんですよ、全部読むのに。で、その間に読んでるこっちが眠くなるぐらい、とにかく長いと。で、まあ寝るんですけど、まあもうこの辺でやめて寝ようかつって寝ることになるんですけど、何？先が気になってしょうがなくて眠れない感じだった、ということに気がつき、まあ寝るけれども30分かかるじゃんと思って、でこれはちょっと使いにくいなと思ったんですよ。でみゆきさんもちょっとおやすみロジャーのこういうところが、使いたくないなと思った点があるんですよね。はい、ズバリズバリ催眠術にかけて寝さすのはどうかなと思いました。かずみくん、なんだかとっても眠くなってきましたみたいな言葉がところどころ入るんですよ。気づいてました？かずみくん、おやすみロジャー読むときに気づいてましたか？なんか催眠術にかけられてるなって気がした。あ、本当かな。でも寝ないもんね。もう必死に目クカって一生懸命グイーって開けようとして、なんとか意地でも聞いてやるって感じだったよね。結局まだ最後まで行ったことないんですけど、最後ね、まあ、結局おやすみロジャーにはヒントがあったんですよ。あ、子供を寝かせてあげるような声掛けをしてあげればいいんだなっていうことが分かったんですよ。催眠術っていうことではなくて、そういう催眠術じゃなくて、今から紹介するある方法を使えば、あ、これは確実に子供が寝るなっていうことを、まあ自分はあの本を読んでピンときたんですよ。で、その後、まあ教育学だったりとか心理学だったりとかをプラスに勉強をして、独自にもう実践に実践を重ねて、ついに編み出したんですよ、イメージ睡眠導入法。それあなたが考えた言葉？うん、オリジナルですよ。で、かずみくんをだいたい10分以内に寝かすことはもうできます。なかずみ、いつも父ちゃんと一緒にさ寝てさ、すぐあっという間夢の国に行っちゃうよね。なんでだろうね。なんでだろうね。あっという間だよな。今まであんなに寝つかんかったのにさ、最近もう5分もあったらあっという間に夢の国だよね。で、クークーって言って、で、
子供寝かして母ちゃんとこに降りていったら、え、もう寝たんって言うよね。うん、ね、なんでだろうって気になってなかった？何しとんじゃろこいつって思わんかった？気失わしとんかと思った。カズミはどう思ってた？どういう感じかなって。なんでいつもすぐにスーッと夢の国に飛んでいっちゃうんだろうって思ってた。実は秘密があるんですよ。教えてもう寝ない子を夢の中に送り込んでやるのは超簡単なんですよ。何をしたらいいか分かります？分からない。イメージなんですよ。イメージ行きたいなっていう方向のイメージをしてやればもう意識がそっちにスーッと行っちゃうんですよ。だから和美くんの場合、夢の国に、あ、こんな楽しい夢の国があるんだよ、こんな楽しい夢の国で今日はこんなことをしようねっていうお話をしたら、もう和美の意識はスーッと夢の国に行ってて、もう早くそっちに入りたくてしょうがなくなるんです。ドア破壊して前に、ドアを破壊して夢の国のドアをトン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 入れてくれって感じでね、それでバーンって近づいてガーンって破壊して入ってきます、うん。で、あんまり明るいのかとバコーンみたいな、僕はもうそのくらいしたくって、もう早く入れてくれって感じになるよね。それでバコーンって破壊してバーって入るとこはだよね。うん、そのくらいもう入りたくてしょうがなくなるんですよ。でこれ子供だけじゃなくて大人にも聞きます。あの大人でもなんか日々の煩いとか、あ、こんなことが気になるとか、今日こんなことがあった、 あれがうまくいってないなとかっていう風なことを頭の中で考え出すと、もう意識がそっちに向いちゃって眠りの世界からどんどん離れていってしまうんですよ。でも逆に、あ、夢の中ではもう現実のちょっと忘れようと、で夢の中では、あ、じゃあこんなことを、あの夢の中でじゃあリラックスしたいなとか、夢の中で、まあ、なんか新しい商品開発のヒントを得られるようなそんな冒険をしたいなとかっていう風に夢の中の方へ意識を向けてやると、もう瞬間ワープですよ。あっという間に、あ、夢の国。これはぜひ試してほしいんですけど、なんでこれを自分が気づいたかっていうと、昔バイクに乗ってたんですよ。バイク、まあ今もバイク持ってますけど、あまり乗らなくなったので、バイクに乗ってました。ちなみに鈴木の刀っていうバイクに乗ってましたけど、母ちゃんも乗ってた。何乗ってました？川崎の WGR。 かっこいいですね。いいですね。僕も憧れのバイク。よし、じゃあ今度家族全員でバイク乗りで世界一周しよう、バイクでね。それ父ちゃんの夢なんだ、叶えたいんだ、いつかね。でそのバイクに乗ってた時にこう言われてたのが、カーブとかを曲がる時にその目の前を見ちゃいけないんだと、曲がっていく先の方向を見なさいと、そしたらバイクが勝手に傾いていったり、もう自然とバイクがそっちに流れていくから、これすごいヒントだったんですよ。目の前じゃなくって、これから行くちょっと先を見る、そうすると自然と車というか体も車体もそっちの方にスーッと流れていくっていうことで、ということで、今日はイメージ睡眠導入法ということをお話ししたんですけど、もう一つヒントはリラックスすることです。リラックスするためにまず深呼吸を3回してください。先に吐くね、吸っちゃいけない。先に吐き切るんです。先にもう全部、もう今までの今日あった全部嫌なことも全部忘れるつもりで、体の排出物、毒素とかも全部吐き出すつもりで、その呼吸に全部乗せて、ふわーってゆっくり1分ぐらいかけて、ふーって吐いて、空にしたところに新鮮な空気を吸い込む。それをゆっくり行って、また吐く。ゆっくり1分ぐらいかけてスーって吐く。でその次に、あ、体がリラックスしたところで、あ、自分はこういう風になりたいな、夢の中でこういう風に過ごしたいな、体を休めたいな、脳を休めたいな、いいアイディアがひらめきたいな、明日の準備をしておきたいなっていうことを想像しながら寝るというか、イメージしている間に気がついたら寝ています。まあ、とにかく子供を早く寝かせたいなと思ったら、そういうふうな温かい布団に入れてあげる、あ、なんかもう眠たくなってるんですけど、この人温かい布団の中に入れてあげて、睡眠へ導入していくようなイメージをしっかり働かすことができるようなお話をしてあげて、ストーリーをお話を作ってあげて、ギュッと抱きしめてあげて、子供が安心してリラックスして寝れる、そういう環境を整えてやる、親のリーダーシップがとても大切です。今日のデイリーユニークは、おやすみロジャーよりも健全に子供の寝つきを良くするイメージ睡眠導入法をマスターせよでした。
高木糸さん、和美さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。